高校生ラウドロック春の十字架。リーダーの虹朗が強烈なカリスマ性を放ちつつ、当時シオン、後世がそこに個性的な音を遠慮なくぶつけることでパワフルな音楽を生み出す。これが俺のブルースだ。この4人が一番最強って感じがするんだ。いこれってあれかな、青春ってやつ。4人はその音と言葉を掲げて世界のてっぺんを目指す。よし、それじゃあ気合い入れますか。いくぞ。